NBA オールルーキーチームは NBA のシーズンごとに優秀な新人選手たちに授与される栄誉。1962年に始められた。毎年ドラフト指名やドラフト外で50名を超える新人がリーグに入ってくるが、その中でも実際にゲームに出場するチャンスを得て高成績を残せるルーキーは多くはいない。この栄誉を受けられる選手は あともリーグを支える選手となる可能性を持っていることが多い。セレクションは NBA ヘッドコーチの自チーム以外の選手への投票によって行われる。ファーストチーム、セカンドチーム、それぞれ5選手が選ばれる。プレイヤーはファーストに投票されると2ポイント、セカンドで1ポイントを獲得し、ポイントの合計で上位5選手がファーストチームを構成し、 続く5選手がセカンドチームとなる。5番目の得票が同数の場合は6名以上になる。同得点での6人以上の選出は2012年にカワイ・レナード、イマン・シャンパート、ブランドン・ナイトが同点5位でファーストチームに選ばれた。2013年までで最多選出チームはシカゴ・ブルズ、ゴールデン・ステート・ウォーリアーズ、ワシントン・ウィザーズで 20名の排出が最高記録である。カリーム・アブドゥル・ジャバー・ラリーバード・マジック、ジョンソン・マイケル・ジョー・ダン・パトリック・ユーイング・デビット、ロビンソン・シャキール・オニール・ケビン・ガーネット・コービー、ブライアント・ティム・ダン・カンパウ・ガソル、ヨー、アキラ・レブロン・ジェームズ・ケビン・デュラント・デリック・ローズ・ステフィン、カリー・ブレイク、グリフィン・アンソニー・デイビス。ありがとうございます。